大田区立粒子記念館は新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言に伴い臨時休館が5月7日まで延長することとなりました本来であれば4月から名作展「旅行く心粒子が描いた日本の風景」を開催する予定でしたが現在のところ開催できておりません この動画を収録している4月10日は1966年に亡くなった日本画家川端龍子の命日であることからこの展覧会を何かの方法で情報発信できればと思いこれから複数回にわたって展覧会の紹介を公開していくことにしました。 ご自宅で過ごす時間が増えたこの機会にぜひ川端粒子の作品の魅力について知っていただければと思います日本画家川端粒子は戦後になるとそれまであまり手がけてこなかった風景画に取り組んでいきたいと四国八十八箇所巡礼や西国三十三所巡礼の旅に赴きました 各地の寺院や名所を旅する中で粒子は自らが追い求める芸術も死ぬまで終わりを知らぬ旅であるという考えが強くなったと「旅ゆく心」とタイトルが付けられた新聞記事で述べています。いわば戦後の粒子にとって旅は制作活動における原動力であったということができます。 旅行く心粒子が描いた日本の風景とタイトルを付けましたこの展覧会では粒子が戦後取り組んだ西国巡礼や坂東巡礼松尾芭蕉の奥の細道ゆかりの地を巡った旅そして富士山を登った際に得たイメージから制作された作品群を中心に晩年の粒子の制作活動を紹介する展示となっています。 自宅で長く過ごすことが多くなったこの緊急事態の状況下粒子が描き上げた風景画を通して心の中で日本各地の名所や史跡へと旅立ってみてはいかがでしょうか今回はまず粒子の生まれ故郷である和歌山へと旅立ってみましょういかだ流しは 1959年劉氏が74歳の時に描いた作品ですこの作品を描く前の年に四国遍路を巡り終えた龍氏はその次の度に京都大阪奈良和歌山兵庫滋賀そして岐阜に点在する33箇所の寺を巡る西国巡礼を選びました。 西国巡礼は千三百年の歴史を持つ巡礼で隆氏は巡礼は熊野三山,山からという習わしに従って熊野本宮大社熊野早玉大社熊野那智大社の三つの神社から巡礼を始めましたその際に訪れたのがこの作品に描かれている熊野川です当時山の中から木材を運び出すために 輸送する丸太でいかだを組んで激流を下っていたそうです横幅7メートルを超える大画面には激しい水しぶきと飲み込まれてしまいそうな水の流れが表現されており川端粒子の大胆な筆使いを楽しめる一作となっていますそして降りかかる水しぶきをものともせず大自然に挑む イカだしたちの姿は実にドラマチックにすら映ります切り立った岩肌の表現は下地に金を多用し絶妙な筆のストロークで色彩が施されることによってスピード感も感じさせられますこのような水の流れ勢いよく物が動いていく様子を日本画で描かせたら 劉氏の独壇場であると当時の作品批評では言われていますこの作品が描かれた年劉氏は文化勲章を受賞していますそれは劉氏が自身で立ち上げた美術団体である清流社が30周年を迎え劉氏の長年の制作活動が称えられたものでした わずか14名で立ち上げられた美術団体は、戦時中も欠かさずに展覧会を開催し続けこの時80名近くを擁す大団体となっていました竜氏は日本画壇の激流に揉まれてきた人生をこの作品に表そうとしたのではないでしょうかそしてこの作品に描かれたいかだしたちのようにこれからも 日本画壇の激流に挑み続けてやるそんな粒子の強い決意がこの作品に表されているのではないかと考えられます本尊無事こちらも和歌山への旅から生まれた作品ですこの作品には高野山明王院の本尊で日本三不動の一つ 通称赤不動が描かれています。劉子は、鳥年であることから、幼い頃から守り本尊である不動明王を信奉していました。そして、赤不動がある高野山にも何度か訪れています。劉子の信仰心が不動明王に表された一作として、 この方赤不動があります。この作品は終戦後間もなく息子が線拍子したことを知って劉氏が手がけた一作です。高野山の明王院の赤不動を模写して制作された一作ですが傍らに立つ二人の童子たちの姿を亡くなった息子の残した子供たち、つまり 粒子の孫たちに似せて描かれています。残された孫たちを守ってほしいと、不動明王に強く願う信仰心が、画家を制作へと駆り立てたのでしょう。一方で、本尊淵で描かれた赤不動は、その様相が一変しています。にじみを利かせ、墨の線は揺らめくようで、 不動明王の背後の火炎は燃え盛るように強調され。画面の下には。牡丹の花が添えられて。相違が加えられています。この表現は。作品を制作したとし。牡丹が咲く季節に粒子が高野山に行った時の出来事を実は表しています。粒子が高野山に行く数日前。 明王院は火災により全焼してしまいましたしかしこの赤不動だけは偶然別の場所にあって奇跡的に焼失から免れたのですこの火災の様子を不動明王の火炎とボタンによって劉氏は象徴的に表そうとしたのです このような体験と政策を通して粒子はさらに信仰心を深めていったことでしょうそして粒子の戦後の政策活動は巡礼や旅を原動力としてますますエネルギッシュな作品を生み出していったものと考えられるのです次回は粒子が 西国33箇所巡礼で訪れた奈良の長谷寺や京都観光でおなじみの清水寺を描いた作品そして琵琶湖周辺の寺を巡って西国巡礼のクライマックスへと向かう高揚感を絵巻のように全長7.5メートルの作品に描いた「琵琶湖の春」などを紹介します。 次回もぜひご覧ください。